海外移住されたい方からのご相談ですね。移住した後に稼ぐにはってことですね。海外移住した後に稼ぐにはってことで、記事を執筆したいと。まあ、この方はライティングで稼ぎたいということだと思うんですけれども、ブログ記事を執筆するということですね。で、ブログ記事はですね、いろいろこの無料の情報っていうのは実はあるんですよね、ネット上にかなり。ただ、つまみ食いでやってもなかなか難しいので、遠回りしないためには、外注の方法も含めて教えてくれる人。なんでかっていうと、ずっと自分で記事を書き続けるって、書きたいこと書くんだったらブログは楽なんで楽しいんですけども、ブログで稼ぐってことを考えると、ビジネスブログっていうのは自由に書けないんですね。で、タイトル見出しにキーワードを必ず必要な、まあ、ニーズのあるキーワードをですね、入れると。あとは、本文にもキーワード入れるってことで自由に書けないので、まあ、やっぱり書き慣れている外注さんに任すのが一番いい。外注ライターさん。